こんにちは、ギバチャンネルケンジです。今回はですね、サシオーリーの、ワンポイントアドバイスぐらいかな。よくサシオーリー練習してますよって人でね、ここを変えたらいいのになっていうところがあるんで、サシオーリーのワンポイントアドバイスをさせてもらおうと思います。まあね、そんな言ってね、自分もサシオーリー上手じゃないと思うんですけど、もし何かねヒントになったらいいなと思うんで、今回の動画作らせてもらいます。じゃあ早速ね、サシオーリー今ので良かったかな、フラットで何度かやってみようと思います。見てください。ぼちぼちの差し折りだったんじゃないかなと思います。どうかな。で、差し折りのコツなんですけど、コツっていうかね、みんながよくね、差し折りって頑張ってる時にこうしたらいいのになって思うのがあるんで、それを伝えようと思います。だいたいね、みんなね、前足を必死にしようって、こう押し出そうとして、それはいいんですけど、前後ろ足がこう上に上がってるだけで、そこがね、こう横に足が寝たらだいぶ変わるのになっていうのがすごいあったんで、まあ今回はね、後ろ足を意識してちょっとやってみました。できてたか分かんないですけど。で、まあどういうことかというと、みんなこっちの足はこう刺そうとしてるんですけど、こっちの足が綺麗にまっすぐなんですよね、こう割と。そうなるとあんま刺した感がないんで、ちょっと大げさだけど、こういうオーリーじゃなくて、こっちの足を寝かすことによってだいぶ変わってくるんで、後ろを寝かす意識をしてほしいなと思いました。で、自分はね、最初バックサイドグラブの刺すやつをやりだして、それから入ったんで、それを覚えたんで、まあ刺す感じはあったんですけど、でも、まあ、練習、今やってて練習、これいいなって思うのがあるんで、一つ練習方法をお伝えしようと思います。とその練習方法なんですけど、それはね、ノーリー、完全にノーリーやんなくてもいいんですけど、例えばノーズマニュアルからアウトする時とかに、こう寝かして止めるっていうのがあるんですけど、後ろ足を。それができればね、こう差し折り、差しっぱなししても、こっちの後ろ足でしっかり止めてあげないと、差した板を戻せないんで、だからオーリー出す時にこう前足を寝かせてグッて出したら出しやすいと思うんですよね。それと一緒で、出た板をこう靴平らに乗せて戻すんじゃなくて、こう弾いてこうなった足でこう戻すのって滑っちゃうんですけど、パッてこう寝かして、しっかりとこの板をね、靴の側面で捉えてあげてたら、着地の前に戻しやすいんですよね。靴脱ぐまでもなかったね。だからその寝かす練習として、こういうのやったらいいんじゃないかと思うんで、よかったらやってみてください。で、ノーリーなんですけど、まあスタンスはそれはもうどこでもいいと思うんですけど、しっかり跳ね上がるノーリーじゃなくて、ちょっと弾くだけ、弾いてこういうスタンスじゃないな、こういう形になるように、こう斜め、結構前に弾いてしまって、こう後ろ足を寝かすだけで、これができれば戻せるんで、形としては似てると思うんで、オーリーしてこの形を作って、
板を止めてあげて、板を止めてあげて戻す。そのためにここを止めてあげるのが結構大事なんじゃないかなと思います。ちょっとプッシュしながらやってみようと思います。はい、あんな感じですね。あんな感じで後ろ足でね、板が飛んでいくのを止めてあげれたら戻せるんで、まあ必死にこうやみくもにね刺す練習するのもいいと思うんですけど、ちょっとノーリーとか取り入れてみて、こういう寝かす感覚を掴んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。試してみてください。止まってできるかわからないけど、まあ似てるか見てください。ノーリーですね。ノーリーで寝かす感じ、飛んでいってしまわないのを後ろ足で止めます。で、差し折りは飛んでいってしまうのを止めて戻すために後ろ足寝かすといいと思います。はい、どうでしたか？どうなんだろう。帰ってね、パソコンで見るまでちょっといいのが撮れてるか分かんないんですけど、きっと少しは役に立つんじゃないかなと信じてます。本当練習してるか、自分の動画を見てもらって、後ろ足がこうまっすぐ引き上げて前足をこう刺そうとする動画と、後ろ足を寝かして見てる、どっちがね刺してる感が出るかっていうのをちょっと見比べてもらってね、好みとかもあると思うんですけど、まあ、自分は結構後ろ足を寝かすことによって刺し折りに見えてくるんじゃないかなと思うんで、今回のね動画作らせてもらいました。参考になったかな。これで分かんないこととかね、何かもっと他に気になる点があったらコメントいただいたらお答えしますんで、コメントの方よろしくお願いします。で、いいねの方もよろしくお願いします。で、まだねチャンネル登録されてない方いましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、サッカー多分ね、きっと出してるかな、この辺に板出てると思うんですけど、オリジナルデッキね販売してますんで、よかったら説明欄にねオークションのリンクとか貼ってあるんで、見てついでに見てねポチッとしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ次回のビデオでまた会いましょう。バイバイ。天気悪いな、暗いな。